皆様、桃の節句のひな飾りは結婚式を表していることをご存知ですか？その式のお世話をし盛り上げるのが三人官女と五人囃子。そんな祝宴のプロがひな壇を飛び出して高砂までやってまいりました。このお祭りを皆様はにぎにぎしくお祝いいたします。どうぞ最後までお楽しみくださいませ。高砂ミニよさこいご開催おめでとうございます。ありがとうございました。
もうさすがレイブって感じですね。動きが違います。違いますね。ヒデが違う。